香港に続き、パリでの紫輝くんの驚きの一面が明らかに。その真相とは、異国の空気に彩られ、クリエイティブなエネルギーが交わる中、2024年秋冬のファッションを牽引する、パリメンズファッションウィークがフランスパリで幕を開けました。日本からは、ナンバー、愛の平野紫洋さんと EXILE の岩田貴則さんが、その独創的な舞台に足を運びました。 初日の夜、米国の音楽家であるファレル・ウィリアムスが手掛ける、ルイ・ヴィトンのファッションショーが開催され、新作が披露されました。平野志洋さんは、ショーが始まる前に取材に応じ、プライベートでも着ているので、気になるアイテムを見つけながら楽しみたいと述べ、岩田隆則さんも、ファレル・ウィリアムスが手掛けるようになって、初めてのショーへの参加なので、本当にどんなショーになるのか楽しみですと期待を寄せました。 しかし、このメンズファッションウィークは単なる洋服の新作発表の場ではありません。観客たちは単に見た目だけでなく、アーティストたちがどのように時代と向き合い、社会にインスパイアを与えるのかにも注目しています。朝早くからショーを楽しみにするファンたちは、平野潮さんが身にまとった新作の服に心を奪われました。香港に続き、パリでもその存在感は輝きを増しています。 その美しさだけでなく、彼の謙虚で感謝の気持ちを忘れない姿勢に、多くのファンが感動しています。メディアや SNS を通じて広がるファッションウィークの情報は、単なる洋服の紹介にとどまりません。その場にいた人々のエネルギー、そして芸術家たちが伝えたいメッセージが、世界中に拡散されています。 最近のファッションウィークでは、SNS での拡散効果を狙い、著名人を賞に招待する宣伝方法が一般的になりました。しかし、それだけではなく、男性服の枠を超え、ジェンダーレスの概念を取り入れるブランドも増えています。女性服の要素が取り入れられることで、古典的な男性服のスタイルに新たな変革がもたらされつつあります。日本からも、コムデギャルソン、川久保玲や幼児山本、山本テルジ、 堺、井、安倍千歳など13の人気ブランドがパリメンズファッションウィークに参加し、そのクリエイティブなエッセンスを発信します。これらのブランドは、新たな視点や異なる文化を取り入れ、ファッションの枠を広げています。また、視覚的な魅力だけでなく、アーティストたちの個性やメッセージが表現されることで、ファッションウィークは洋服だけでなく、社会や文化の鏡とも言える存在になっています。 個々のブランドやアーティストが提案する新しいアイデアや価値観が、ファッションの未来をより豊かなものにしていくことでしょう。朝から幸せな気分に包まれたショーの瞬間、スターオーラが満ちこぼれ、フランスでも黄色い声が上がっていた。これからも新たなファッションの冒険が、私たちに幸せと感動をもたらしてくれることでしょう。この一週間、パリはファッションと文化の融合の場となりました。 そして、これからもファッション業界に新たな風を吹き込んでいくことでしょう。多様性と豊かさが満ちる中、世界中の人々は新たなインスピレーションを求めています。パリメンズファッションウィークは、その期待に応えるために続々と新たな物語を紡いでいくことでしょう。